ループしてた。あらら、なんやろ、通信が悪いですかね。Wi-Fi なんですけど、ね、通信が悪いかもしれない。ね、このキャラクターかわいい。これ アイロンのやつ。なんか昨日アイス食べたんですよ。ガトーショコラバーみたいな。めっちゃ美味しかった。多分普通にコンビニに売ってあるやつ。別に沖縄限定とかじゃなくて。多分どこにそうブルーシールを食べなきゃ。めっちゃそうぎっしりしてる。あとなんかホットスナック唐揚げとかハッシュドポテトとか売ってあるやつの中にサーターアンダギーサーターアンダギーだっけ売ってありました。そう沖縄限定。何個入り、え一個じゃないかなと。まあ食べてない。でもパちゃんが美味しいって写真送ってきた。あと私がびっくりしたのが自動販売機が100円。80円とかのジュースもちっちゃいのがあった。100円だった。びっくりした。いや全部じゃないけどでもほぼ100円とか。でも自動販売機の場所によって全然違った。でもあるとこでは120円とか140円だけど100円とか。そう結構なんか近くすぐそこにある
自販機でもなんか違いましたね。歩いて1分とかでも、そう、なんか紅茶、沖縄限定のレモンティーとかもすごい気になる。あとね、そう、今日メイクさんが沖縄出身の方でさ、やっぱり冬服買わないんだって。ニットとか買ってみたけど、やっぱり着たら暑くて着なくなっちゃうって言ってた。そう、コートも買ったことがないって。らしいんですよ。で、この部屋もお掃除してもらったんですけど、お掃除してもらった後に来たら、で少し過ごしてたら、なんか寒くて、寒くなってきて、寒いって、思ったら冷房がついてた。びっくりした。消したけど消したけどさ、多分現地の方はつけるんですよ、冷房ね。なんか寒かったのか、か、蚊いないですね今んとこ。どっかにおるかもしれんけど、やっぱりクーラーつけるとかはつけるみたいですね。あとなんだろう、なんか普通にそのメイクさんと話してている、沖縄について。で、海の話になったんですよ。その時にやっぱりその海で黄昏れる人が好きな人もいるけどみたいな、海に行くならやっぱりサンセットが綺麗って言ってて、そう、夕焼け、夕日のことをサンセットって言ってるところがね、なんかそう、やっぱりちょっとした違いなんかと思った。私普通に夕日とか夕焼けが綺麗とか言うからさ、そう、サンセットって言ってた。だから、あれサンセットって言わないんですかって。言われた。そうそうそう、なんかもっと話したらね、なんかいろいろ違いがありそうだなって思ったんですけど、それ個人で個人かもしれん、でも分からん、これそのもう文化とかじゃなくて個人かも。なんて言ったかな、なんか通じんのあったよ。
和紙和汁よみたいな。怒るっていう意味らしいです。わじわじっていう、わじわじ。全然違う。しかますびっくりっていう意味。しかますふふ聞き間違い、めっちゃ多い。わじとしかます間違い、めっちゃ多いんやけど。なのでまた来ます、沖縄へ。その時は7人でシーサーを買いたいんです。なんかお揃いの色違いの7色のシーサーとかあったらいいなと思うんですけど、まあでも普通に何色でも。買いたいなと思ってます。レインボーシーサーってあるのかな。楽しみにしてますね。これめっちゃ可愛いよね。ここでなんか編み込みしてくださいって言ったら本当にメイクさんによって全然違うからさ、なんかすごいなと。今回のここの編み込みは結構広めのなんか髪飾りみたいになったんです。注射みたいになった。なんかなんていうの、そう、花冠みたいになった。かわいい。こんなに可愛くても撮らなきゃいけないからね。え、今気づいたけど、なんかさ、なんかここ丸まってる。めっちゃ見にくい。なんか丸まってる。
かる。ここ。これで発信しようかな。そう、多分隠してるんだろうね、こう結び目を。ね、どうやって撮ろう。撮れるのかな。あ、撮れるわ。撮れるけど、なんかすごい撮り方になる。めっちゃ汚くなっちゃった。取れた。すごい、こういう技術っていうか、すごいですよね。何も言ってないのに、すごい。ちょっとジヤジヤくる。なんか最近本当に自分だけの悩みっていうか、悩みなんですけど、右目のまつげが全然上がんないんですよ。どんだけビューラーで上げても全く言うこと聞かなくて、今までそんなことなかったんですけど、不思議なことが起きた。松葉は何回か行ったことあるけどね、すぐ取れちゃうんだよ私。反抗期なん、反抗期とかある。そう、私逆さまつげなんですよ。逆さまつげ、だから時々目にめっちゃまつげが入りやすいから痛い。そうなんです、右目こすってる。そう、右目が今もなんですけど涙が出てくるんですよ。多分もうすぐ出てくると思う。分かる。なんか何もしなかった出てくる。泣かないで。これは自分の意志とは裏腹ですね。目が悪くなる。逆さまつげって、え、そんな、なんか昨日もなんかすごいなんかついてなくて、なんかいろいろありました。
1週間滞在する予定だから、洗濯したんですよ。で、多分30分ぐらいだったんで、30分後に見に行ったら、なんか私の入れたはずの洗濯機がまた動いてて、え？ってなってたら、その場にいた方がごめんなさいみたいな、そこに入れてましたかって言われて、え、はいって言ったら、すみません、間違えてお金入れちゃってみたいな、そしたら動き出しちゃってみたいな、ないと思ったらあったんですって言われて、ってなって、そんなことあるってなって、その時にはあと27分ってなってて、だからまたちょっと動き出しちゃったんですけどってでもその時はよく分かんなくて、ああ全然大丈夫ですよって、このまま乾燥機に入れるんで言ったんですけど、あ、そうですかって言われて、ごめんなさいって言われて去っていって、その方ははいって言ったんやけど、待って、これなんかびちゃびちゃだし、びちゃびちゃなまま乾燥機に入れても意味ないっていうか、脱水しないといけないからみたいなって考えたら、そう、その洗濯機にも何も設定書いてなくて、もう自動でなんか全部1コースしかないやつでこれ無理やんってなって、お金かかるやつですね、それ1回200円。だからもう待ちました、もう早く寝たかったんですよ、けど早く寝たかったけど待った、待って、また30分後になってから行ったら、またその方がおって、ごめんなさいって言われて、いやいや全然大丈夫ですって、で乾燥機に入れた。乾燥機も100円だった。ね、本当にまたじゃなくてよかった。いや、それは大丈夫でした。さすがに。また入れちゃったんですもん。もう無理よ。それはもう無理。なんかなんだろう、なんかついてないっていうか、そんなこと普通起きるってやつがね、びっくりしちゃう、ちょっと気まずいっていうか、なんかよく分かんなかった、すごいよね、いや全然全然いいんだけどみたいな、全然いいんだけどっていうやつ、全然いいんだけどなんだかねって、それでは怒らんよそれではさすがに怒らん、
別に怒んないけど、怒りにはならないけど、ついてないなってなった。マジマジではないです確かに、まあエピソードをネタいただいた、そうですねもうこの今日しか話さないしあのね、今日しか今日ぐらいしか話さない、まあ、またいつか話すかな、どうだろう。ですね、配信限定かな、わかんない。 MC はちょっとへーで終わりそうちょっと着地がなんか本当に全然いいんだけど、てんてんてんの話あるってなったら話しますけど、そういうネタ話、MC のネタになる時があるのかって。うん、なかなかに。だからね、今日本当は結構朝早く起きて活動する感じだったんですけど、せっかくなんで早めに起きたんでね、ツイッターの投稿とかしました。サーヤの日常はいろんなことが起きるね、わかんないけどなんかいろいろ起きてる気がする。そうです、隅っこ暮らしのやつ。そう、一日に、あ、そう、一日にこんなこと起きるってことが何回も起きた日あった。何だったんだろう。最近ですね、運はなんかそういうミラクルな運はいい方だと思います。ミラクル、ミラクル運は強いなと思いますね。なんか人生ゲームだと、人生ゲームしたら絶対にあの1位になれないっていうか、もう最下位になるっていう運と、なんだろうあ、そうそう、なんだっけ、あれも桃鉄も絶対にキングボンビーがつくっていうか、最初はいいけど絶対になんかどんどんなんか風行きが悪くなる。だからそれが嫌やけんね、私はキングボンビーがおらん設定でねやってましたよそういうあのやつあるよね。
そう、絶対についちゃうから、結局なんかスリの銀次みたいなの来てから全財産を取られるんですけど、とかなんか自分が買ったやつなのにそれを取られちゃうやつあるやん。それとか結構いいやつ買ってもなんかすぐ弟にねなんか取られたりとかねしてね負けるんですよ。とかなんか私が泊まるマスだけなんか赤い、ずいつも赤いマス、マイナスの、ま、マスになっちゃって、もうここまで来たら何ってなるやつ、ね、そういうこんなにゲームのゲーム系の運悪いのにね好きなんよ。そう、あのねスイッチね買おうかなってね思ってるんですよね。そうみちゅさんが本当に買ってほしいって通信しようって言ってるんですよ。なんかポケモンも新しいの、そうみちゅさん、そうなんか本当に私に買ってあげたいみたいな言っててなんか本当にリアルに値段調べてて、そうなんですよ。そうなんです。ね、だからそうしたいな。今そういろいろ落ち着いたら買おうかなって。ちょっとお高いけど、そうなんですよ、ライトの方買おうかなと思って、品切れってて買えない。え、品切れ？そう、カービィしたいし、ポケモンしたいし、私ね、あれしたいんです。動物の森。でも私が動物の森のことをどう森って言ったら、なんか本当にえ、時代ってなった。今はどんもりって訳したらなんか時代ってなるらしい。でも正式名称はどんもりじゃないんです。そうなんだっけ、あつ森、あつ森って言わな、ピエン、でも結構私しとるんよ動物の森ん？あとあのゲームキューブの動物の森なんだったっけな、とあと Wii のやつ、町へ行こうよ動物の森、あと DS のやつ、あれはなんだったか、飛び出せ DS のやつ、3シリーズやってたの。ただ今スイッチ買ってないからスイッチのやつやってない。スイッチ、そう、推しの動物はね
なんか今新しい子たちがもういますよね。ちゃちゃまるが人気なんですよね。なんかパジャマのデザインにもなるぐらいだから。挨拶はどんなのにしてたの？挨拶？挨拶とかあったんっけ？みちさんの動物の森してるの見たけどさ、今すごいですねと思って。なんかジャンプできるんですよ。ちょっとした川とかあったらそこを飛び越えるときにジャンプしてて、なんで今ジャンプするしなくてもいいのに、なんかなんか本当にここはこうしてこう行けばいいのに、なんかわざわざみちさんはジャンプめっちゃジャンプしてて、そんなにジャンプするんでってぐらいジャンプしてた。でもすごい遠いとこもあって、ここはさすがにジャンプできんやろうと思ったら、なんか釣り竿みたいなのを真ん中の川に刺してビヨーって飛んでジャンプしてて、そんなのもできるんですかって。そうそこまでありなんやって。もうやばいよ、私がやってた世代からの進歩がすごすぎて。そう棒高跳びみたいな、あとなんかいろいろこうやって変えてるんですけど、持ち物その中の一つになんか風船があって、風船なんで風船風船、なんか私がやってた頃はその実用的なものしかなかったので、風船はどういうことができるんやろうって。ただ持ち歩くやつよね。なんかそういうのやっぱり平和でいいなと思った。あ、そう、なんかあったかも。あとなんかみちさんの村、島はなんか STU の旗がありました。島の名前とかもね、結構言っていいか分からんけど、どうなの、島の名前言ったらなんか分かるとかありますか？検索とかできたりとか今の時代なんかそういうのもありそう。そうなんです。ちょっと聞いてみてください、気になる方は。面白かった。あ、大丈夫なのね。とりあえずやめとこ。名前何にするかな。島の名前。
そうですね、さやごろうの隠れ島、さやごろうの隠れ島、します。動いてるよ、私。私は動いてるよ。リアルタイムで配信してます。めっちゃリラックスしてた。ラジオ、あ、チリパですか。チリパ、あ、そう、チリパ、そうです、そうです。少しまだ聞けてないんですけど、ももちゃんがね電話してきて急遽出演してたみたいです。びっくりした。多分ノーカット。そうなの。そうなんですね。全然なんかちょっとカットされるかなって思ってたので、そんなにうまく話せなかったから、私がだからびっくりしました。そう、これは本当に使うのか使われるのか、そう、なんか編集とかあるのかなと思ってたんで、ちょっと切ったりとかね。まさかの、全然そんなまずいことを話したとかじゃないです。私がただそんなにうまく話せなかったっていう。そうですね、こちらゆうた、あれ、この子何も着てない。妖精だからね。妖精さんなの、この子。かわいい。そろそろ終わります。まだ夜ご飯食べてないんですよね。
まだあんまりお腹空いてない、どうしよう。今から今もうすぐ23時、どうしよう、食べたい、食べる、ぶどう。少しでも食べないとですね。気をつけます。1位達彦さん、2位みつるんさん、3位こっぺさん、4位なおさん、5位まったり沖縄観光旅行をいいね、6位いわちゃん、7位立花隼人さん、8位2学期は学級委員さん、9位犬ちゃん、10位せいやんさん、11位ノアじいさん、12位ロックオンさん、13位炭酸せんべいさん、メガバイトさん、マイセンさん、猫のおかずさん、 MTK さん、シンジさん、おたてさま、ケンタロウちゃん、二の丸さん、あおちゃん、F渋谷さん、ゆうさん、王子様拾ったよさん、大西くん、まさとしさん、いけがぴょんぴょん、なりさん、かんてさん、ふじぽんさん、なおなおさん、ちくわドーナツさん、がっちゃん、ありがとうございます。気をつけます。そう、元気です、元気です。ご飯どうするか考えよう。ちょっと暑いな、やっぱり。どうしようかな。おやすみです。ありがとうございました。バイバーイ。